秋月様がお戻りになられました。秋月、司祭は首里から聞いた。中川の宮は何と申された？今夜半、密かに参内いたし、直教を仰ぐことと相なりました。ならば宮は我らの考えにご賛同なされたのじゃの。できうる限りの努力をするとのお言葉をいただきました。中川の宮が僧正を果たしたのは2日後の文久3年8月16日虎の刻午前4時であった。だが延々4時間にわたる密談も長州追い落としの勅許を得るまでには至らず、翌夕刻2度目の参内を試みたが、これも失敗。3度目の密会が持たれたのは17日の深夜であった。秋月からまだ連絡はないか。土佐、物見を出してはどうか。ことは隠密を要します。ここはただ待つしかござりますまい。それにしても今日で丸2日、宮の隠密に何かあったのでは。野村さん、中川の宮は本当に信用できるのですか。私にはどうも長州と薩摩の攘夷派同士の権力争いに利用されているとしか思えませんが。仮にそうだとしても、帝の周りを長州派で固められては手も足も出んじゃないか。この際何としてもそれだけは排除せねばの。まずは会津公のお手並み拝見というところですかな。今にわかる。ご神妙、長州藩を金門警備から外せとの勅許じゃ。ならば全ては我らが思い通りに。これで君側の官を排除できる。直ちに会津、薩摩、淀の三藩に触れを出し、根の国までに御所に参入させよう。急げ。はっ、首里殿、今日は諸次第の淀藩へ心得ました。我らはこれより旧門の警備にあたり、帝のご神金を休んじ立てまする。会津、薩摩、淀の参拝以外何人たりともここを通すな。おー。後に金門の政変と呼ばれる8月18日のクーデーターがこれである。何やつじゃ、止まれ。紅葉方の野村じゃ。会津藩お預かりの新選組にござる。紅葉方の命により南門警護のためまかり通る。新選組が正式に会津藩の要請を受けて出動したのはこれが最初である。何、会津藩兵が御所に。会津藩だけじゃありません。薩摩、淀の二藩も続々と御所に。その数およそ2000枠だる前から。東京からの連絡はまだ何も。出陣の先だ。はっ、急げ。長州藩がこの決起に気がついたのは三藩がすでに万全の配備を終えた18日の未明であった。兄上。お、空砲。兄上、身がかすんで大口が見え。サブロー。